そうですね。今だと、やっぱここ8年、ここ10年ですね。今よく言われてる体幹トレーニングっていうのを、主に練習前だったり、練習の後だったりっていう時間に取り入れてますけど、なんていうんですかね、静止したままの体勢で、インナーマッスルを使って鍛えていくっていう、それをやり出してからやっぱ、バランスだったりとか、サッカーをプレーする中でも、体の幹がしっかりしていればプレーがぶれない、相手に当たられてもしっかりした体勢でプレーできるっていうふうに言われて、僕どっちかというとバランスがあんまりいい方じゃないんでね、うまくバランスを取れるようになってきてるかなっていうのはありますけど、を意識するってなかなか腹筋ってこう、今まで間違ったやり方だったかよく分かんないんですけど、いろんなことを教わってコアなトレーニングし始めて、意識するところがどんどん変わって、本当にコアな部分で感じられるようになって、この腸腰筋のところをこう意識しながら今やるようにしてますけど、いつもねトレーナーには頭とつま先をこう引っ張られるというか、それを意識してやれっていうふうに。いやもう体幹やってる時ってやっぱ全身を使ってるし、で中まですごく神経使ってやってるんで、本当につま先から頭のこのてっぺんまでをこう一直線でつなげるというか、つながってるんだなっていうのが実感できるし、少しでもどっかを油断するとやっぱずれてきちゃうというか、体幹をやる前とやった後では姿勢も当然違いますし、自分の感じだと歩き方スムーズに歩けるというかね、そういうものはすごく感じるし、ちょっとしたランニングの前にちょっと入れるだけでもやっぱこう、しっかりしたフォームが固まるって。もうサッカーだけじゃなくて、本当に私生活にも役に立つと思いますけど。一般の方が今、そうやってコアなインナーマッスルを鍛えるっていうのは、生活が本当にスムーズになるし、僕自身もそれはお勧めできるなって感じはしますけどね。コア5000なんかがあると、やっぱテレビ見ながらでも、普通にね、寝てる時でもできると思いますんでね。それで鍛えられるっていうことであれば、強い運動ができない人でも、それで鍛えられたら、それはいいんじゃないかなって思いますけど。